ゲオルク・リンデマン、ゲオーリク・リンデマンは、ドイツの陸軍軍人で、ドイツ国防軍上級大将。ドイツ帝国のザクセン・アンハルト州のオスターブルク出身。父親は、ハンジ、地方裁判所所長を務めていた。ハノオーファーのギムナジウムを卒業後、1903年に、プロイセン軍に入営。プロイセン軍の士官として第一次世界大戦に、従軍。1917年に、 コーエン・トレルン家勲章騎士賞を受章。終戦時の階級は大位だった。終戦後はパウル・フォン・レッド・フォルベック率いるフライコールに入隊し、1919年にはハンブルクで共産党派労組を壊滅。バイマル共和国軍に採用され、1930年には第13騎兵連隊の指揮官に就任。1931年に中佐に昇進。 ナチスの政権掌握に伴い、大佐に昇進しハノーファーの軍事学校の教官になる。1936年に少々となる。同年10月に第36不評師団長に任命される。第2次世界大戦諸島のポーランド進行時は、ザール地方の守備を担当していた。翌年の西方電撃戦の際は、マジノ戦を突破し、ベルガンに達した。その行により8月に、 岸鉄十字章を受章。同年代後十軍団司令官に転じ、さらに騎兵大将に昇進した。バルバロスサ作戦の時に、指揮部隊は北方軍集団に所属し、レニングラードを目指して進撃した。レニングラード南方のガッチナ市は、ドイツ軍占領下にある機関は、リンデマンの名を取って、リンデマンシュタットと呼ばれていた。最前線を視察するリンデマンその後、 中央軍集団へと移動し、スモレンスクを目指す作戦に参加の後、北方軍集団に戻る。1942年1月16日に第18軍の指揮官になり、夏に上級大将に昇進した。レニングラード救出を目指すソ連軍の反抗作戦を撃退し、アンドレイブラソフ将軍を捕虜にするなどの選考を挙げた。1944年に、 レニングラードからナルバまでの交代を指揮し、ナルバの戦いの後に解任されたゲオルクフォンキュヒラーの後任として、北方軍集団の司令官に就任した。しかし、同時期のソ連軍によるバグラチオン作戦で、中央軍集団が崩壊すると、第16軍の交代を主張し、さらに兵力不足を理由に反抗命令に従わなかったため、ヒトラーはリンデマンが高齢と、 心神衰弱であることを理由に同年7月4日に解任した。1945年2月1日に在デンマークのドイツ軍最高司令官に就任し終戦を迎えた。その後はシルケボーで占領の解除に当たった。6月6日に逮捕されて米軍の捕虜となるが戦争犯罪を問われることはないまま1948年に釈放された。 釈放後は西ドイツに陰性し、1963年にバーデンビュルテンベルク州のフロイデンシュタットで死去。ありがとうございます。